ベストウォーリアは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2014年、2015年マイルチャンピオンシップ南部杯、2013年ユニコーンステークス、2014年2015年プロキオンステークス。馬名の由来は最高の戦士。2012年11月10日の日際新馬でデビューし、2馬新半差で勝利する。自走、ポインスチア賞は7着。 3歳初戦となった箱べら賞2着を経て3歳500万下を花差で勝利し2勝目を挙げる。初の重賞挑戦となった兵庫チャンピオンシップは3着のソロルを9馬身離すも勝ったコパノルッキーに6馬身突き放され2着となる。6月16日のユニコーンステークスは内に潜り込み抜群の決め手を見せて一気に突き抜け重賞初勝利を飾った。 安城の戸崎慶太は、JRA 遺跡後初の重傷制覇となった。続く、ジャパンダートダービーは5着。半年ぶりの出走となった、武蔵野ステークスは0.1秒差の3着に敗れる。4歳初戦となったスバルステークスを勝利し、フェブラリーステークスに、出走、3番人気に、支持されるも13着と惨敗。休養明けのオアシスステークスは1.5倍の、 圧倒的人気に応え一着、同条件のアハルテケステイクスでも1.6倍の一番人気に、なるも首差の二着に敗れる。3レース連続1倍台の一番人気での出走となった7月13日のプロキオンステークスは、一緒に抜け出した共和ダッフィーを、首差し前に出て一着、重賞2勝目を挙げる。10月13日のマイル CS 南部杯は1.2倍の圧倒的一番人気に押され、 レースは直線に入って逃げた2番人気のポアゾンブラックを捉えて抜け出し、4番審査の圧勝で GI 級初制覇となった。前走と同じ森を家計馬場での開催となった JBC クラシックは2番手からレースを進めるが5着、自走、チャンピオンズカップは11着に敗れる。5歳初戦、フェブラリーステークスは中段から伸び3着。3ヶ月ぶりとなった柏記念は1番人気に、 押されるが、ワンダーキュートに一馬身かわされ二着に敗れる。連覇を狙ったプロキオンステイクスは5 9ラムを背負わされるも逃げるコーリンベリーをかわすと二馬身突き放して連覇を達成する。前年と同じく一馬以の断然人気での出走となった10月12日のマイルチャンピオンシップ南部杯は、後位の外でレースを進め、3から4コーナーで前に取り付くと直線で抜け出し、 逃げ粘ったタガノトネールに庭審査をつけ優勝し、連覇、ジェイプニー2勝目を飾る。自走は、前年出走した JBC クラシックではなく、大井1200メートル JBC スプリントを選択。2番人気で後位から進めるも3着に敗退する。6歳初戦フェブラリーステークスは4着、柏記念は3着に入る。自走、先玉杯は58キログラムで出走し、2着。 三連覇に挑んだ、マイルチャンピオンシップ南部杯は、コパノルキーにジバシンさん、4差離され2着。川崎開催により1400メートルでのレースとなった、JBC スプリントは1.9倍の一番人気に、押されるが逃げ切ったダノンレジェンドに離された2着に終わる。自走、ネギステークスでも2着に入り、4戦、連続2着となると続く。 フェブラリーステークスでも首差の2着となり、5戦、連続2着を確保する。その後も、柏記念4着、先玉杯3着と前線するも勝ちきれず、マイルチャンピオンシップ南部杯6着後は、盆走を繰り返し、2018年10月8日のマイル、CS 南部杯6着を最後に現役を引退した。10月19日付で競争場登録を抹消。今後は、 優秀スタリオンステーションで種ボバとなる。ありがとうございます。